お疲れ様です。今日ですね、こちらのゴブゴスキャラヤフリータル型やっていきます。はい、やったるフリですね。ということで、ゴブゴヤが来シーズン非常に残念です。本当にめちゃくちゃ好きなのに、置いとくだけでいいのに、カホされます。はい、壊れた時のやりゴブがね、3体から1体にカホされちゃうんで、まあさすがに今よりやっぱ弱くなるっすね。あのなんか破裂時の3体っていうのがね、ほんと価値高いんで、まあ加工されちゃうお別れってことでね、はい、使っていこうと思います。なんかポイ型とかがいっぱい型ありますけど、個人的にはこの型結構気に入ってます。うん、やっぱフリーズがね、最後のワンチャンがあるし、やっぱロマンがありますよね。だからね、安定とかを考えるとまあ難しいんですけど、正直エリポン引いたら苦しいとか、もう30引いた瞬間終わりじゃんとか、まあいろいろあるかもしれないんですけど、まあ別に安定とかいらないしなみたいな、10連勝できたら嬉しいしみたいな、正直10連敗するかもしれないですけど、いや俺は10連勝できる可能性の方にかけると考えながらの、まあ、人生と同じですよね。安定を求めるのか、あーだる波乱万丈だね、すごい狂った人生を歩むのかっていう、まあそれはやっぱ人それぞれですけどね。何が起こるかわからない波に乗っていきましょうよと、いうことで、なんか面のくさそうなデッキ引いちゃいましたね。これ小屋ミラーのギャングやりゴブ、ガゴムリがいます。でもです、皆さん嬉しいお知らせ、ヤナメあります。はい、あいたね、ガゴムレなんですけど、私はヤナメ。ちまちましてたら勝てるかな。いや、ポイズン欲しくなるな。だいぶポイズン欲しくなっちゃうかもしんないけど。まあ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 、嫌でね。さすがに、それこそ使わない。これ打ってもいいかもね。ガン虫でいい、あれ。やりゴムの位置か。お上手。いや、でも。いや、チクチク入ってる。よしよし、さ、ヤナメ使わしたことに価値がある。相手も嫌か。嫌対決ですね。まあ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 。やりゴブ頑張ってもらって、すげえなんか沼試合になりそうなんですけど、まあそれもクラロワの一つ。醍醐味。あ、ガゴブレー、いや、あいつか。俺がめんどくせえな、あの、小屋ミラーの、小屋だな。打っちゃうんって話ですけど、打っちゃった。で、ガゴムネ来ても、マイクいます。やばい。全然やばくないよね。よし。いや、でもね、あの小屋がね、俺からしたらちょっとめんどくさいんですよね。スキラ打って壊すみたいなパターンもちょっとありそう。なんかもう地味に入ってない？うっ、お、そっち？難しいな、なんか、いや、俺これもう逃げ切れるぞ。やりこぼ置いて、親置いて、おい、頑張れ、量なら勝ってる。いや、あの辺にさ、やらなくても、いや、もうちょっと早く打っとけば、やりのダメージ入ってましたね。まあ、これ、巻いてやる。あの全然怖くないけど、ね、よし同じことです。知ってるだけなんで、お互い、いやー、まあ、ちょっと怖いなあれ。ちょっとだけね、やっぱヤタルがね、幸せっすよね。いや、しかもこの小屋で守れる、お前って頑張ってる。俺が気をつけないといけないのね、このやりゴムのダメージとか。いや、これ結構いい矢波じゃない。こういう矢でプレッシャー与えていく。ええ1000ぐらい入ってね。あいつも焦ってスケキン出してるけど、まあ、焦ってる時にはみたいな。俺の負け筋なんだろう、ガゴムレでパーティーされんのかな。よし、いや、キモすぎる。いや、矢波打つのが負け筋ですけど、俺打っちゃうよね。いや、ならフリーズのダメージなんぼ？ 46 地味に足りん。
46地味に足りんけど、はい、これがクラロワ。いやなんでさっきちょっとクエイクも多いんですよね。まあクエイクも多いけど、やっぱねスケラと小屋の相性は良くて、スケラもね防衛クエイクで守りたくなるんで、まあスケラにクエイクを出してからゴブが生きるみたいなねこともあるんで、まあ戦えるよねっていう話ですよね。まあそれだけは無理。さあ今はもうエルシャブいた、今みたいなんだかなんだかね、マジで一番楽。あのだって小屋を置いて後ろからアウトロードとかしてるだけじゃないですか、一番楽なんですけど、エルシオープはねマジ坊っちゃんだからな、マジ中国ナンバーワンプレイヤーです。今年の世界大会も絶対出ると思ってます。いやヤンキーすぎん、あの今の一つ思うんですけど、だいぶヤンキーな攻めが来ましたね。いやマスケ強い、なんか一生アチャクイがさ強い問題でラッキーで強化されてるんですよマスケって、で放置みたいな。マスケもねどう考えても顔していいっすよね。まあでもインフレ自体なんでなんかごまかされてはいる。ガルボム壊したら、いやなんならタワーをだいぶ削ったな、えだいぶ削ったな、うんタイミング、いやまあまあ巻いて耐えれる、はみ出るな、はみ出るよねちょっと、いやはみ出るんです、ゴブリンもはみ出るんですよ。うわーなんかめっちゃファイブ打ってくんな、ちょっと待ってもうだいぶびっくりしてます。いやこれでも相性いいか、どうだろうね、マスケがうっといんですけど、マスケがうっといだけみたいな、ポジティブに考えるとマスケ以外はまあなんとかなるかな、なんとかなってほしいよね。スケラ打ってヤナム打つだけだからな俺からしたら、正直スケラ打ってヤナム構えます。あマイティ潜ってくれたのめっちゃありがたい、これだって潜ってこなかったらさ相手のマイティ俺守るのきつかったもん。えウッド使った、はいメガゴメガゴ、マイティ潜るダメージ、はいもうファイブ相手にはね超強いで、これの防衛はちょっとだるい、これはね確実にこっちをね守りたい、やばい確実にとか言って空振っとる、だがしかし焦るでない、あれはもう呪文圏内かな、うーんむずむずっ、やだめで、えっゴブ小屋でそんな耐えれるんですねって感じ。さあ247は正直もうスキラフリーズしてやだめ回せばなんとかならんはい何も考えません、パッキーで一発一発、はみ出ろはみ出たー、やらなきゃいけないです、あこれでいいんだよね正直、まあ、フリーズの強み強制ダメージ絶対レード、はい、まあ、絶対レードあれか3割ぐらいしかあったな、フリーズ 100% なんだよね、頭突きみたいな体当たり的な感じです。よし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 、呪文ちょっと多いからな、最後の削りもねフリーズだけど困らないのはいいことだね。いやファイブ引けるとね幸せだ、そうポイ、まあポイはまあポイ、まあまあまあ全然まだマシな方、高回転ポイとかだとね厄介にはなるけどね、まあクエイクか。さあでこの人はペッカがねめっちゃうまい人なんだけどレイジなんだよな、ペッカやめてるっすねなぜかなぜかペッカじゃない、いやいいエレキで受けられそう、ファイボか、いやなんかこのヤリゴブが、えメガゴもしかして一発いや今の一発やばいな、ちょっと待ってファイボか、あれいや普通にペッカ工場でファイボレイジの可能性もちょっとある、
うわー、これやばいな。めっちゃいい工場。なんでこんな小屋の位置が高いんだって話なんですよね。これねー、アードがやばい。なんかペッカ使いはね、エリアード取っての攻めがマジでうまいんですよね。いや、なんかガールが、あー惜しいね。いやー、そう、これがねめっちゃうまいんですよ、ペッカ使い。今ゴーストに対応してたらもう完全にね4ワードぐらい取られてる話になるんで、まあ一応マジ打ち警戒してる。いや、でかい。全然もう耐えることに意味がある。はい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 、大体ファイボレージだったんで、ちょっと、あ、これやべ、マジ打ち来そう。いや、えらで、まあここにはゴーストかな。単体スケラはね、綺麗にリーチ防衛とかされちゃいそうで怖いっすね。さあゴーストちょっと強いが、この槍たちを槍だいぶ撃たれてもねこいつらねちっこいんでね、ちょっといい流れ。しかもでここね、こっちからのコースね、こうすることによってめっちゃ綺麗な防衛される。これ打っていい、削りたい俺は。でこれ垂れだけで起用できます。意外とこれでねだいぶ抑えれるもんなんですよ。で反対側で受けれるし、あれだけ嫌ですね。いやでも全然いい。ここもスケラ打ってきた、強制ダメージパッカー。いやゴースト絶対巻き込んだ方がいい。まあ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 入るんですよねスケラって理不尽なんで。いやまあね、その僕は結構ゴレダクネ嫌いなんですけど、まあスパーキーとかはやっぱ防衛が難しいじゃないですか。でも多分ね、ほんとゴレ使いとか、まあ、それこそねペック使いの方とかは本当に嫌いだと思う、スケラとか理不尽すぎて、うん、何やこのランダム要素は。それと同じですよね、まあ、絶対何かにはねみんなイライラがあるはずなんですけど、僕はたまたまそれがね大型なだけで、まあ自分がなんかよく使うデッキに相性悪いデッキは嫌いっすよね本当に。ただそう、ただ嫌いなだけ、全てが嫌だ、ゴブゴヤ以外。なんなら相手が使うゴブゴヤは嫌だそういう感じ。一発？あ、ファイスピ受けたのか。いやーこれねクエイクかな。なんかいろんなパターンある。クエイクかロケかライトなんですけど、まあ環境で考えたらねクエイクなのかな。あ、やべえ、めっちゃずれた、最悪だこれ。あー終わった、ポグこれ完封できるんですよ。全然いらねーダメージ超入っちゃったっすね。ほんまにいらんダメージ入っちゃった、やべー。フリーズか、なんだ相手の呪文が知りて。ちょっと逆サイドも怖いんだよ、ミニペイ。まあ頑張って耐えるよね。多分クエイクなんですけどね。ハシマイプリンあるなこれ。さあまあ耐える。意外とダメージねそんな負けてないんで全然まだまだある。相手の呪文だなこれ。ロケクエイクどっちか、どっちなんだお前は。いやこんなん絶対あのね高め打っと、そう期待に低めで受ければいいっていう、バレバレやないかい。さすがにスケロ打ってた。これタルがあるんでプリンセス変な方向に来そう。上手打
行きたい。え、やばい、なんもない。なんで、なんで消えた。サボんなや、俺のユニット。フリーズ説あるね、ちょっとこれ。いや耐える。いや、ロケじゃなさそうだけどな。いや、ロケかこれ。ここまで来たら、わかんないっすね、どっちか。危ねえ、入ってねえの、天国すぎる。いや、これクエイクでもねえぞ。やりゴム入ってる。耐えろ。うう、いや、マジである。耐えます、耐える、耐える。いや、はみ出る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 。フリーズマイキで耐える。うわ、変なとこ行ってる、あっつ。え、撃ってきそう。いや、これスキル撃っていいな。コウモリ咲いてるんで。ロケか、これなんだ。お前の呪文、うわ、来たロケ。全然ね、幸せだった。いや、ロケか、ライトとかでもクイックでも終わってましたね。ロケだいぶ癖やってた。えい、でかすぎ。さあ、マジで耐えた、耐える、本当に耐える。逆に耐えれば勝てます、クラロは。まあデッキにもよるかもだけど、基本的に中型呪文があるデッキは、まあ、これはスケラフリーズで最後の削りがあるって感じです。クラロってね、最終もうタイブレイクなんですよね。なんで負けなければ勝てる。うわー、これ小野郎なんですけど、マザネクの型があるんですよ。で、それじゃなかったらいい、いいな、いいなっていうか、うん、それだったら終わるんですけど、マザネクかフェニックスのどっちかだった気がするけど、フェニックスだろ。いや、マイキマジ最強これ、やばくね。で、潜ればいい。いや、これやばくね。残ったんで、あー、うわー、これフリーズ来てー、ステーキで打ったらやべえよな、絶対やべえんだよ。うわー、お願い、何もしないでほしい、何もしないでほしい。あー最悪です。いや、これやべえな、もうもうやべえな、こっちが負けんだわ。あー、ダリマジこういう相手ほどね、ホレイかもしてくるからな。出た、海外版ファックの意味のね、
気悪い。本当にほんまに気悪いな。俺の視聴者にこいつ有名にしたよ。 TLG なんて向かからんすけど、こいつは本当にこういうやつです。こいつはこういうやつらしいんで、みんな最悪なやつって覚えててください。はい、間違ってねえだろ。最悪なやつですよこいつは。うわー、これミスったなー。なんかこの五福エロい、最近なんかいろんな方があってそっちだと思っちゃったっすね。やらかしい。しかも今回、まあ、相手も柳目だけなんで、ほんとタイブレイク狙いしとけば、まあでもきついか、斜めで会うと。ダリーサレンダー機能欲しいな。もう次やったらマジで泣くとかじゃない、クララをアンインストールさせるまで、うん、あのギッタギタにします。なる。いや、ここまでしっかりしっかり追ってこられるとね、だるいっすね。うん、早く次の試合したい。まあ切り替えてフリーズなんでね、はい、仕方ないんです。フリーズはね、もうそういう運命です。安定しない、中でいかにね安定させるかっていう。さあ枯渇か、まあまあ枯渇やたるか、これはやたるなんで全然超絶悪いわけでもないと。これ見たら潜ります。ちょっと打たそうこの方。あのメガゴがマイティバカーでなんか綺麗にあれっすよね。ちょっとあんだ、だいぶありました。まあいいのかわかんないんですけど、多分いいフリーズだった。あのね、意外と枯渇に対してね削れないんですよね。削れないこともないんですけど、なんか大砲ウッドとか、あのまあ大砲ウッドか、あとはまあゴブリンもあるんで、意外とね、そのダメージを通すのがね、むずいんですよね、枯渇って。まあ、矢打っとけばいいや、みたいな思われるんですけど、矢打ったら相手のゴブリンバレルどうすんねんってなるんで。マシュマイプリン。はい。失敗。潜る。あー、そのタイミングか。うっ。ガールよく頑張ったね。あとは最近のだとね、ライトニングもあるね。どっちでしょうかね、今回の相手は。ライトだと嫌だね。か、ボムか大砲かっていうのもある、あと。ちゃっちゃしばいて。この声でダメージ。まあ、施設がこれで出るかな。マイティどけんのかな。ゴブリン。ゴブリン咲いたら、ぶっちゃけ単品スキルありなんですけど、施設が知りたい。打ちます。ウッド裂いた。え、めっちゃ熱い。え、ウッド裂いた。めっちゃ熱い。これメガゴが、いや全然全然いい。だいぶだいぶ、え、それ相手が持ってないか、勝ってるとダメージ与えれますけどね。俺に磨いても、どういうことってなるか。さあ、いい攻めがね。非常にいい攻めが。非常にいい攻めだ。いやー、うまいな。やべ、日本人がお前。いや、わかんねえ。いや、外人の可能性もある。やっぱ日本語、海外プレイヤーもね、やっぱよく使うんだよね。わかんない。ゴブリンとか使っちゃった。はみ出てるけど大丈夫かな。俺も磨いとくか、一応。ちょっとあの本当に正当防衛、あとさっきのちょっと負けたのがなんかうう残ってるんで、フリーズ防衛とかしちゃおうかな。あ、これ便利です。まあ、負け筋は何だろうね。
これに空振るとかかな。さあゴブリン使った後はもうスケラ打って大砲、いやだ、当たる、終わらしますか。この戦争終わらせに来た。限りない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 。さあ迫撃砲だよ。迫撃砲もまあスキラからするとねちょっと厄介なデッキの一つなんですけど、ヤタルなんでね、やっぱそれがこのデッキはいい。なんか普通のスキラポイズンとかだと苦しいのをヤタルだからね、小物にちょっと強いからスキラの弱点をやや補ってます。いやいや、まあムート迫撃ね、これやべなんと惨めなフリーズなんだ。まあそういう日もあります。まあさすがに潜るよね。一回潜ってヤラメも打ってチクリー、だいぶ少なめのチクリですね。いやガゴムレアンの幸せですね。まあ俺が嫌なのはムートかな。アウトロマジで、これでガール残るの、ま、めっちゃいいやな。いやこれはいかれるか、最初だけ耐えるんか。ごめんガール。お、いやこのメガゴ、え、ああいや撃っちゃおう。ガゴムレはね怖くない。メガゴもある、アウトローもある、フリーズもある、マイティーもある、何でもあります。メガゴはね怖くない。これやり込みはみ出るで、教えがいい。外を回れ、しっかり外回りしろっていう俺の教えを、なんかいい感じに外回りで2発ぐらいタワーに与えてこい。避けるっしょ、しかもまず外回りで投げない、なんだ、うん、まあまあゆっくり行こうや。ムートがね厄介なんでね、俺はムートだけちょっとめんどい。相手に呪文なんだろうね、結構気になるんですよね。いやウッドファイボか、うん、いやこのマイティちょっと狙ってたんだけどな。まあまあ無理はねやっぱしないっすね。ヤナム削り、ヤナハム削りで頑張って勝てん。端前ねムートギャングとかも気をつけないといけないですね、俺絶対狙ってる。ガールごめんな、あんま延命したくないねお前のこと。いやこれちょっとチャンスです、ちょっとじゃね、だいぶ。パッキンで潜ればマイティバカで、でかすぎるこのダメージ。俺が気をつけるのは廃止始まりムートマイティです。はじめムートマイティ絶対好きだから、こういうあのワンチャンを掴む族ですね。やべえ綺麗なウッドがやめて、よし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 、きたー、警戒してるとね全然怖くないよね。フリーズってこんにちは、いやめっちゃ小物おる。
いや、この中でもダメージ与えくっていくってさ、もう天才としか言えないよね。さ、呪文最強メガゴー、やフリーズと矢で落ちんのかが分かんないので、しっかり確実に決めていく。よし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 、時が来るまで待てばいい。ホトトギと一緒です。待てばたまたまスキルね入るタイミングがあるんで、限界まで待てばいいだけ。気持ちいい、ゴブゴヤずっと使いたい。でも勝てる時のゴブが幸せすぎる。リキちゃんだ、リキちゃんね、なんかペッカ使いって聞いたのに神器使いですね。神器なんかね、しかもみんな使わってない、なんか特殊なやつだった気がするんで、ワンチャンマザネクいます。そこだけ警戒していかないと危ないですね。で、マジアチャもいます。で、これマジアチャ誘ってます、正直。来たら、スケラ打ちたい。って感じだったんですけど、まあ、打ちます。打って、しばきたい。フリーズで。これでマジアチャしばけたら、だって幸せじゃないですか。なんか、だいぶメガゴで。メガゴ一発。よしよし。ちょっとコスト使いすぎたかもね。一回ね、湯の追加とか嫌でしたよね。俺は嫌でしたよねっても意味わかんねえな。これタギ変わんないのか。うで、ゴーストいないんで、まあ、マジアチャぶち抜きで角度変わって当たるんですよね。はいはいはい。まあ、いや、絶対うまいやつは打たないなって思いました。モハメドライトだったらこれ打たないんですよね。そう考えたら冷静になれるな、今の。危ねえ。こういう許容というか、まあね、その一瞬のダメージを我慢することでこの先は幸せになる。あー、ムートがね、やっぱ厄介なんですよね、これ。そう、ムートっすね。このゴブゴヤと俺のマイティとかに対してのこのムートがちょっと強いんですよね。で、ライトだったらヤナムコで打ちそうだなっていう。わかんないけど。で、またマジアチャ低めからかな。そうっすね。これむずいね。いや、このガール入んのマジ幸せ。これで食っていける。で、ヤタルでしばく。ライボ来てやばいかも。ヤナか。あ、ってことはヤだけかもね。もしかしてだけど、あなたの呪文はヤナメだけなんじゃないの。ヤナメだけだとちょっと幸せになれるぞ。アナリキは無視できる。まあ、無視できたんだけどね、いいタルだね。めっちゃ陰キャメガゴ出したそんな位置に出せるんかいっていうメガゴです。逆か悩むけどね。いや、マジでタイブレイクで勝てばいいんで、男は。マジでジワンチャフリーズ、これだいぶいっていい。フリーズ打ちます。タルも咲いてんで、エレキもいない。いや、結構あるぞ。いや、もうね、待てばいいの本当に。潜ってダメージ入らない。アホ。いや、タルです。いや、これめっちゃ便利だな、当たる。あれ、内側工場なんで寄れます。多分。ああ、そうですね。よかった。マジでちゃう？出しにくいよ。ああ、めっちゃいい。これを昔はフチルと言ってましたね。いや、メガゴ今でやばくね。なんかちょっと噛み合ったらね、マジアチャ延命されてワンパンされそうな最後のね
ワンチャンつかみをされそうでしたけど、メガゴが優秀でした。ノールッカーです、あいつは。さあ、というわけで、マザネークにしかね、負けてないです。ゴブゴはね、今強いんでね、アウトローもメガゴも強いです。全てが強いです。非常におすすめです。ぜひやってみてください。では、お疲れ様でした。マザネー。